たった。許してください、子供だけは。安心しろ、俺たちは心の優しい人間だからな。おとなしく荷物を渡せば悪いようにはしねえよ。ありがとうございます。よし、じゃあ行っていいぞ。あの世にな。あと、悪いようにはしねえって言っただろう。俺にとってな。お父さん。え、こいつ水と食料持ってたぜ。いただきだ。ほほ、そうか、お前がまだ残ってたな。俺は優しい男だからな。父親と同じ場所に行かせてやるよ。誰だお前は。俺も優しくしてやろう、お前にな。何言ってんだお前。お前はこいつの親父と比較にならねえぐらい真っ二つにしてや。あ、あらー、なんか思ってたんだ。てめえ何もって。お前らに名乗る名などない。ふざけやがって。おい、野郎でもやっちまえ。